一つ昔話を聞いてほしい。愚かな者と、すべてを知っている存在だった者と、すべてに興味を持つ存在だった人が出会ってしまったことが、物は人の望むがままに知恵と知識を与えた。それは物にとってはさまつな知識であったが、人はそれを礎に進化を遂げた。人は物の好奇心を刺激した。すべてを知ってなお理解できない人の心に物は惹かれた。そうして物と人は隣人となった。相互に望むものを与え続ける存在として、人は貪欲でありながら怠惰だ。楽をするために全ての力を注ぐ。その思考の動きはユニークであり、見るには楽しくもある。その怠惰が作り上げたものがやがて崩壊を招くと知りながら、ものは人に伝えなかった。その結果が人をどう変えるか。愚かなのは人ではない。知りながらそれを伝えなかった私こそが。心配はいらない。出会ったことは嬉しいこと。それは、でなければ私は今こうしてあなたたちと話すこともできなかった。かつての人たちはこう言っていた。未来はわからないから楽しい。